ジェームズ・グレイシャー記録飛行時の様子を描いたイラストジェームズ・グレイシャーはイギリスの気象学者である。1862年、気球で8000メートルを超える高さに達したことで知られる。ロザーハイズで時計職人の息子として生まれた。グリニッジ天問題の助手を務め、30年にわたって気象部門、磁気部門の管理者を務めた。 湿度の測定のための早見表を1845年に出版した。1850年の気象学会、1866年のイギリス航空協会の創立メンバーである。気球飛行の先駆者として知られ、1862年から1866年の間、ヘンリー・トレイシー・コックスウェルと共に航空の大気の温度と湿度を測定するために、 何度も飛行を行った。1862年9月5日の飛行で、それまでの高度記録を破ったが、2万9000フィートを超えた頃に、グレーシャーは酸素不足で気を失って、記録を取ることができなくなり、コックスウェルがバルブを開けて、気球を降下させた。この飛行での最高到達高度は、グレーシャーの推定では3万7000フィート、第三者の推定では少なくとも3万フィートであった。 1849年王立協会フェロー選出。息子のジェームズ・ウィット・ブレッド、リー・グレーシャーは数学者となった。イントゥ・ザ・スカイ気球で未来を変えた二人から2019年のベーガス作映画、ジェームズ・グレーシャー役、エディ・レッド・メイン。ありがとうございます。